始まりました。やっほー、今日も一日お疲れ様でした。久々でもない？いつぶりだろう。急遽な、ちょっと急遽な配信になったんですけれども、今日雷やばくなかったですか？そのことない？なんか一時期雷すごかったんですよね。そうだった。やばかったですよね。なんかすごいさ、えってなった。びっくりしちゃった。光って落ちるがずっとね、やばかったんですけど、なんか終わっ、なんか去ってったらすごい晴れて。若井さんレインボーさんありがとうございます。すごい。こんばんは。今日は髪の毛ちょっとストレートにした。台湾ゆる嵐さんハートありがとうございます。今日ね、20時に8月9日のハグロックのタイムスケジュールが発表されます。こんばんは。ぜひツイッターご注目ください。そうなんです、今日からちょっとワンマンライブの時に、7月29日のワンマンライブの時に宣言させていただいたんですけど、今日から3日に一度は必ず配信することになりました。でね、今日から毎日ではないんですけど、最低3日に1回配信ということで、どこだ。ポングさんファイトありがとうございます。待って、あ、今日さ、佐藤さんから課題をね出してもらったんです。で、まあ、ずらーって並んでるのかなって思いきや、ファイルの名前ハッシュタグ1への配信って書いてある。まだ見てないんですよ、中を。まだなんか見てなくて、課題でもないんだけど、ちょっと開きたいと思います。ででん、あれ取れた。あ、こっちか。ん、すごい。待って、佐藤さんからのメッセージも、え、ちょっと待って。カイナさんへ、お疲れ様です。佐藤優希です。ついにほぼ毎日配信始まりましたね。なかなか大変だと思いますが、まずは1ヶ月ちょっと体に無理せず頑張ってください。記念すべき最初の宿題は
すごい面白い。カントリーやフォークソングなどでよく使われるフィンガーピッキングのスタイルです。スリーフィンガー、フォーフィンガーとか言われます。意外といろいろなジャンルに使われるのですが、シンガーソングライターでできるのはあまり多くないので、これを歌いながらできるようになったらクレナさん最強です。そしてこれを次回クレナの部屋で披露して、視聴者の皆さん、ゲスト、僕、エリちゃんの4人で審査して3人以上が合格を出したら次の宿題、3人以下なら不合格で罰ゲームプラス引き続き練習という企画、面白くないですかってで、良さげであればぜひやってみましょう。だってちょっと待って、これどれだろう、どうやって消すんだろう。あまりギガファイルがさ、すごい真面目な課題、そう真面目な課題。あれ？ん？あ、これどういうことだ。なんかとりあえずダウンロードしよう。いけそうな気がする。本当なんか動画みたいなのを載せてくださってるんですけど開けなくて、ちょっと今ダウンロードしてます。ちょっとこれを見てくださってるファンの方で、ギターやってらっしゃる方がいらっしゃいましたら一緒にトライしましょう。課題曲なので、どんなのか。ボングさんマイクありがとうございます。みょりんさん、ジュースありがとうございます。面白いね。え、でもめっちゃ難しいのってどうしよう。ボングさん、くまちゃんありがとう。さあ、待って、どうやってやるんだ、やるのが正解。あ、ギガファイルってさ、パソコンでどうやって開くんだろう。あんまよく分かってなくてさ、ダウンロードしてしたらどこに出てくるの。開けないかもしれない。どうしてだ？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。
違うの。これあそういうことか。こっちでうまく流しちゃってるから開けないといけない。いやそういうわけでもないな。あれ、ほっぺたが赤いのはチークだったからです。普段チーク塗らないんだけど最近チーク塗るのにはまってる。どうして？あ、来た。今、ちょっと集中するね。一回見ていいですか？今はあの今日からクレナの部屋、クレナの部屋の企画がスタートしまして、ギター持たないと分からんね。ちょっと待って、カントリーグしまっちゃったから大変だ。こっちはキャンタタンタタンタンタタンタ、ちょっと成長の道ですね。そんな弾き方してたっけ。ちょっと一発でいけたら最強だね。
わかんないかも。え？ちょっと待って待って待って。音大きくない？多くない？ってなっちゃう。じゃないってことやね。あ、合ってる？OKOKOK。 なんとなく納得した。さあ、ではコードを使いながら、ちょっと2つ目の動画行ってみます。 CD Em Em CD Em G G って B?取れちゃった携帯の後ろに貼り付けてたやつが。待って、佐藤さんが B って言ってるのが G って言ってるのか。ちょっと待って、音をよく聞いて。ちょっと音を大きくします。指映ってないんですよ。ちょっと待って、3枚目のやつに映ってるのかな。さっきのを使って、曲を聴いてみましょう。でコード、言いながらやっていきます。 G D D
ごい集中なんか面白い。できてますか？さっきのを使って、曲を聴いてみましょう。でコード、言いながらやっていきます。 G だ。待って、このめっちゃ配信長くなっちゃいそう。あのね、こう見えて負けず嫌いなとこはずっと多分ね、できるまでね、配信したままずっとやっちゃいそう。何の曲だよね。多分曲ではないんじゃない？でコード、言いながらやっていきます。何回もね。
ってことやんね。何拍やるかがさ、忘れ、頭の回転が見えますかって、ちょっとよいしょ、どこでもいいんだもんね。これを9月までの課題で日々やっていこうと思うんですけども、彼の性格上多分もやってしたらそのままでできるようになりたいタイプなので、ずっとやってると思います。音が
できる気がする。ちなみに課題を佐藤さんに出していただいて、それを今課題の動画を見ながらやっている最中です。こうちゃんハートありがとう。どうですか、ちょっといけそうな気がしません？歌ってって言われたら難しいね。何も考えてもの方が違かった。ちょっと待って。さあ、ではコードを使いながら、ゆっくり弾いていってみます。 G B Bm B G B B Bm Em Am65インチの紙飛行機でございます。65日自体がちょっと自分にとって高くてね。
これを課題で9月の時に発表があるので、それまでに弾けるようになります。難しいよね、歌あれが違うからさ、頭をちょっと分ける。これ佐藤さんに言えるやつ、365は違いますよってえ、指は切りはん、指は外した。違くなっちゃうね。
どね。だいぶ手めっちゃ早くせなあかんってことか。これが課題です。365のサビ。ヒヒヒヒ言いながらちょっと歌練習しよう。徐々に練習していきましょう。そうだね、9月まであるのでやっていきたいと思います。まずコードを紙に書いて、すぐ忘れちゃう。一瞬さ、これのやつかな。これからこれを練習していきたいと思います。ぜひ見守ってください。こんばんは。マッケイさんファイト、ありがとうございます。これから最低3日に1回。あら、モグさんタワーありがとうございます。ちょっとこれからギターのレベルを上げるためにも頑張っていきたいと思います。ちょっと、あ、うるさいうるさいうるさい、あ、うるさい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 、よしよし、あれ、ちょっと待って、どこでしたっけ。
しみな。お、ありがとうございます。もうね、ちょこちょこ配信するので、3日に1回、2日に1回やっていくので、365日の紙飛行機、 AKB さんの楽曲ですね。なんか歌ったらどうなるのかがよく分かんない。弾いてました。今ギターの練習でして、この指弾きであのカントリー風を弾くっていうので弾けなくなってますあのこのギターの音符と歌の音符を合わせるのに必死で、あのどうしてもギターが余っちゃう。遅いもんね。なんです。頑張りたいと思います。ということで、次回のライブ1、2、3、3日に1回だから2、3、4、3日か4日どっちにしようかな。4日にしようかな、3日にしようかな。4日だな。4日、あれなんかあったっけ。4日はダメでしょ。4日なんかあったっけ。4日に配信します。8月21日、六本木ライブ行くよ。お、お待ちしております。4日の同じく19時から3日に1回だから、明日、明後日、しあさって、あれ、あ、多分どっから数えるか問題だよね。4日、8月12日の福井のライブのチケットも今ファンクラブ内で販売中で、明日から、あ、じゃあ明後日からか、4日、あ、4日からか、あれ、ちょっと待ってちょっとお待ちなはれや。そのこと言ってる間に、うん、ちょうど4日から販売開始なので、またお知らせさせていただきたいと思います。で、4日は19時からまた配信するので、皆さんぜひ見に来てください。そして
今20時あれ10時だ。20時になりましたので、8月9日のタイムスケジュールを皆さんにお知らせしたいと思います。8月9日にハグロックというハグロックフェスティバルに出演させていただくんですけども、前回5月ぐらいに一度出演させていただいた場所と一緒で、ザ・ゲームというライブハウスで行います。渋谷になります。こちらなんと今回いっちゃん最後のトリの21時から21時半出番となります。トリでやります。なので皆さんいっぱい来てください。昼からスタートするハグロック、ぜひお待ちしております。ファンガさん拍手ありがとう。そう、夜遅く、結構遅めの遅めの一番撮りにしてくれてすごいありがたいですね。ファンガさんありがとう。お、休まずいける。そう、影で弾けるんじゃないかと思った。チケットはもう販売されてるかな。ん、いや確か違う、販売とかってなかったっけな。あ、店頭にて販売しております、チケット。ジージさんでかな。で、取り置きとかご予約はないみたいですね。ジージの店頭にてチケット販売中みたいなので、ぜひ見に来てもらえたら嬉しいです。お待ちしてます。オンラインで買った？マジ？じゃあオンラインでも買える。そんなことある？てかさ、ツイッターさ、名前変わったね。びっくりしたんだけど。いきなりポンって真っ黒になって、なんか乗っ取られたかと思った。焦っちゃった。ちょっとね。そう、天になった。初見です、ありがとうございます。初見さん、ちょっとこれからクレナの部屋で盛り上げていくんで。
だ青い鳥さんの人いるの？いるんや。これなんか終わっちゃった。みんな順番に変わっていくのかな。ポン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 って。あ、10か X かな。なんかわかんない。MK さん、マイクありがとう。こんばんは。キャピキャピしてたのに大人っぽくなったね。ほんと？まあもう年なんで、もう大人の年になってしまいました。ということで、もう1時間いつの間にか経ってしまい、皆さん見てくれてありがとうございました。次の配信は4日の19時から配信します。ぜひ見に来れる方、続き見に来てください。見えない間でもちょっと練習しておきます。ではランキングに移りたいと思います。早いよね、1時間。ちょっとお腹空いてきちゃった。13位レアルマドリッドさん、ありがとうございます。12位ムムさん、ありがとうございます。11位カーさん、ありがとうございます。10位シゲチさん、ありがとうございます。9位ヒロノリさん、ありがとうございます。8位ケイさん、ありがとうございます。7位エレメントさん、ありがとうございます。6位みーちゃん、ありがとうございます。5位マルさん、ありがとうございます。4位コウちゃん、ありがとうございます。3位香港のケケさん、ありがとうございます。2位若いさん、ありがとうございます。1位ボングさん、ありがとうございます。どうもありがとう、ありがとうございました。次は4日、皆さんお会いしましょう。ではでは、皆さんゆっくり寝て、明日も頑張って。ボングさん、お疲れ、ありがとう、ありがとうね。ファイトもありがとう。ではでは、ありがとうございました。また4日お会いしましょう。バイバーイ。